ありがちズーム。いや、無が長い、コメントパトロール。はい、というわけで皆様、今回もありがちズームのコメントパトロールにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。そして冒頭からふざけないでくださいよ。ごめんなさい、気持ちが高ぶっちゃって。いや、めんどくさい高ぶり方だな、おい。だってコメントパトロールは俺たち二人でアドリブで話を盛り上げていかないといけないだろ。テンションを高く保つことは大事ですよ。いや、高くの高をギア上がってるみたいに言わんでよい。とまあそんな感じでコメントパトロールやっていきましょう。え、どんな感じやねん。やっていきましょう、レッツゴー。それでは最初のコメントですが、違う違う、待って待って、何何じゃないわよ。何の動画のコメントを読むのよ。あー、ごめんなさい、忘れてました。テンションを高く保つことに意識取られすぎ。もうちゃんと進行してよ。はい、すみません。それでは今回コメントパトロールをしていく動画はこちら。ダデン、パチンコ屋のスタッフにありがちなこと。こちらの動画のコメントパトロールをやっていきたいと思います。それではレッツゴー、行きましょう。はい、では気を取り直して最初のコメントですがこちら。パチンコ屋は客層が荒くて離職率高そうですね。ああ、なるほどな。まあ確かに柄の悪そうな人たちがいるようなイメージはあるよね。もちろんそうじゃない人もたくさんいるとは思うんだけど、でも柄が悪い人がたくさんいるようなイメージは実際あるよね。まあ確かにギャンブルの一つだし、大人しかできない裏の遊びみたいなところあるからな。お金もたくさんかかるしね。まあ実際に働いていた人のコメントもあるみたいだし、そっちも読んでいこう。そうだね。コメントありがとうございました。そして次のコメントは経験者のコメントかな。従業員最高で時給が高くて客層がいい最高のバイトだった。はあ、従業員のイケメン、美人率が高いから目の保養にもなるし、めちゃくちゃ優しかった。はあ、なるほどな。そんなこともあるんですか。社員も優しかったし、パチ屋も働く店によって当たり外れがあるから事前に見に行くのはあり。はあ、なるほどですね。これぞ経験者語るというやつですな。そうだね。っていうか、パチンコ屋さんの従業員ってイケメンや美人の人多いんだ。へえ、そのデータは知らなかった。美人が多いのか。へへへへ、いいね。俺バイトしに行こっかな。いや、別に勝手にしてもらって構わないんだけど、その下心は絶対に面接では出さない方がいいと思うわよ。当たり前だろ。どこの野郎が鼻の下伸ばしながら面接受けるんだよ。いや、ほんまに受けに行く気満々やないかい。だって美人の店員さんにお近づきさせていただきたいんだもん。いや、あんたの美人に対する熱でこっちが熱でそうだわ。もう次行くわよ。はいはい、わかりましたよ。まあコメント他にもたくさんあるしね。コメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントですが、これも店員さんのコメントだな。うん、ほんと出ないと、なんで出ねえんだよとか言ってお手洗い壊す人いたな。ほんと迷惑すぎた。それは迷惑だわ。あと男子トイレとかの個室の壁に金取り野郎とか書かれるし、ほんと迷惑すぎたけど、常連さんはいい人いたからなんだかんだ楽しかった職場だったな。大変でしたね。まあでもどんな職場でも良し悪しありますわな。そうだね。っていうか、落書きって結構陰湿なことする人いるんだね。そうだね。でも常連さんは結構いい人が多かったみたいだね。そうだね。その人たちのおかげでやりがいを持てたんだろうね。あ、これに対してコメント来てるな。そうですね、トイレ落書きあるわ。あ、やっぱりあるんだ。あとは詰まらせる、詰まらせられるということか。他には和風の便器割られたり、ショーのところに台とか。ショーのところに台、マジか。昔はカメラなかったからな。なるほどな、監視の目がなかったから昔はやり放題だったのか。うお、その頃に働いていた従業員の皆様、お悔やみ申し上げます。いや、お悔やみは申し上げなくていいと思うけど、確かに大変だったんだろうな。そして今の人たちはだいぶ働きやすくなってるんだろうな。先人たちの頑張りがあったから今の働きやすいパチンコ屋さんがあるんだろうな。わかったか、パチンコ屋で働いている画面の奥の君。先人たちの努力の上で君の今の働きやすい環境が整っているんだぞ。それを忘れないように。いや、あんたは何目線やねん。もうええわ。コメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントはこちら。パチ屋の面接受かったんだけど、パチンコやったことほぼないし不安だ。でも頑張りたい。ちゃんとリサーチをしたのかな。だったら大丈夫だ。そこには優しい従業員と優しい店長と優しい常連さんがいて、超美人な店員さんがたくさんいるかもしれないぞ。希望を持って行け。いや、ほぼ美人な女性がいるという情報だけで応援するのやめい。だって実際嬉しいことだし、やる気だって出るじゃん。いや、そうですね、ごめんなさい、私が悪いございました。はい、次行きましょう。いや、めっちゃ俺のことめんどくさがっとるし、まあいいか。コメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントはこちら。全部経験ある。共感いただきありがとうございます。ありがとうございます。っていうか、名前名前名前、孫悟空。おい、孫悟空って。いや、パチンコ店で働く孫悟空は見たくねえな。確かに、いくら父さんも働いてほしいとはいえ、悟空をパチンコ屋には行かせないよね。確かに。っていうか、どこの話を広げてるんだよ。もう行くよ、次。
はい。それでは次のコメントですが、こちら。ジャグラーの目押し頼まれて RB やったら睨んでくる客おる、わら。いや、勝手な客だな、おい。人に頼んでやってもらうんだったら、せめて失敗した時ぐらい許せるような広い心持ってるよな。確かにね。まあでも睨んでくるだけでクレームを入れたりしないんだったら、まだ可愛い方なのかもしれないわね。ああ、なるほどな。可愛くはないけど、まあパチンコ屋で働くなら、こういうのにも耐えられるメンタルは必要そうだね。そうだね。ということらしいですよ。これからパチンコ屋さんで働こうと思っているそこのあなた、強いメンタルをお持ちください。うんうん、コメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントですが、こちら。夜中に寮の食堂でご飯を食べていたら、同僚の21歳の人妻が入ってきて、しばらく会話、出ていく時に、私今ノーブラだったんよ。その後めちゃくちゃムラムラしたことを思い出した。僕もムラムラしております。でしょうね。かあ、こんな設定たまんねえじゃねえかよ。しかも人妻か。いろいろと燃え上がらされたぞ。いや、興奮しすぎて口の中ミキサー状態。いいな、いいな。やっぱり面接受けに行こっかな。はいはい、よかったですね。勝手に受けに行ってください。コメントありがとうございました。それでは次のコメントは。あ、はいはい、ごめんごめん。真面目にするんで置いていかないで。まったくもう、早く次のコメント読んで。はい、顔から下がスタイル良くても顔が50代の女性がたまにいる。どこに着眼点置いてんだよ。まあ確かになんかいるような気がするわ。確かに若く見えそうで若く見えない人いるような気がする。そしてこのコメントに対して返信来てるね。ああ、ほんとだ。マジでいるわ。いますよね。やはり共感のコメントだった。皆さんも見かけたことがあるんだろうね。そしていますよねの後の絵文字がなんか真面目に考えてる感じで、ちょっとじわる、何真面目に考えてんねんみたいな。確かに皆さん楽しいコメントありがとうございます。ありがとうございます。それでは次のコメントですが、こちら。1分21秒。ここ、区長、うんぱるんぱで草。なんすか？誰ですかそれ？知らない人に例えられてもわからないんですが、なんすか？絶対知ってるやろと確証を持たせるぐらい口調完璧やないかい。いやいや、そんなことありませんよ。トラップに引っかかりましたね。いや、それもよう言うてはるし、もうええわ。いや、はい、すみません。全力でやっちゃいました、ウンパルンパさん。まあ、あんたがその人のことを知っているということは分かったわ。はい、もちろん拝見させていただいておりますよ。というわけでコメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントですが、こちら。若いうちだけ、30までに先を決めないと後悔するよ。ああ、これまた経験者語るというやつですかね。そして内容が深いような気がする。若いうちだけ、30までに。将来のことをしっかりと考えて、その時その時の甘い水ばっか吸ってちゃダメだってことだよね。うんうん。パチンコ屋で高い時給で働くのはいいけど、ずーっとそこにいるんじゃなくて、しっかりと将来設計もしないといけないよね。貴重なコメントありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコメントですが、こちら。アホばっかりやから面白くてやめられへん。さっきのコメントとは若干逆のコメント。30歳になるまでに先を決めないといけないけど、周りアホばっかりやから面白くてやめられへんみたいな人がいるかもしれないね。いや、コメントつなげるのやめんかい。そんな人はあまりいないと思うよ。周りアホばっかりで面白いから将来設計してるってどういうことよ。確かにみんなそんな人間にはなりたくないだろうな。そうでしょ。でもこの米主さんの周りにいるアホがどんなアホなのかちょっと気になるな。それはちょっと私も気になる。もしよろしければコメントで教えてください。はい、お願いします。コメントありがとうございました。ありがとうございました。というわけで皆様、今回のコメントパトロールいかがでしたでしょうか。楽しんでいただけましたか。楽しんでいただけたならめっちゃ嬉しいです。セブンが3つ並んだ時ほど嬉しいです。いや、ほどじゃなくてよりと言え、よりと。あ、はい、すみません。セブンが3つ並んだ時より嬉しいです。はい。いや、めちゃ言わされてる感出てるし、もうええわ。動画閉めるよ。あ、はい。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。もしよろしければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。せーの、さようなら。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。